そうか。よし。なんでわかった。ディレって手に入ってるから。わかんの。変態だね。なんで。ほらね。こいつやべえ。いやちょっと普通に鳥肌立ったんだけど今。ヨウジです。変態です。パンプです。今日はメンバーの画像をシルエットになるようにちょっと画像を作ってもらってるんで、だからもうそのシルエットだけで。メンバーを誰か当てる。もはや変態じゃん、それ。だからもうそう、勝ったら変態で変態になるんで、その変態は誇らしいね。誇らしい、誇らしい変態で、変態目指してやっていきますか。意味で変態で、オッケー。今日も楽しんでいきましょう。1問目、テントお願いします。はい、ででん。やばいってこれは。このシルエットは誰でしょう。はい、はい、タンクさん。山下さん。違います。はい、レンタさん。西野七瀬。違います。これクソゲーじゃねえか。やばいやばい、これやばい。クソゲーじゃねえかこれ。はいはい、レンじゃないよ。イクちゃん。違います。ヒント、ヒントヒント、ヒントは4期生です。4期生。はい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 、ヨウジさん。遠作。正解。マジ、はい、わかんな。わかんな。そうだよね。そんな気がしたわ。マジで言ってんの。やばすぎる。まあ髪がまずショートじゃん。いや、まあまあまあ、髪がショートで、まあ4期生で。そっか。そう、それ髪切る前か。うん、あ、そうだね。そう、今ほんともっと短いもんね。うん、いや、はい、ちなみに元画像はこんな感じ。ああ、見たことある。最初やんけこれ。一番最初、ね、最初じゃん。もう一応見たことある。あ、これをシルエットしたあれになるわけか。確かに。ちょっと難易度高すぎんこれ。わかんないよね。いや全然わかんない。いやでも俺は今変態に一歩近づきましたよ。すごっ。変態に。すごいわ。はい、続きまして第2問目。ででん。はい。エンタさん。吉田綾乃クリスティ。いやそうよ。これはそうよ。わかるよ。俺元の画像も誰かわかるもん。さすがにね、やっぱ押し目はわかるよ。さすがだね。押してるだけ。あれはね、そう。分かった。あれこっちが向いてる画像ね。そう。変態的に押してんだな。変態的に押してるって良くないね。なんかその感じ。褒めてんだよ。あ、そうだね。変態は褒め言葉ね。変態的に押してる。あれよ。あれはね、そうよ。分かったよ。何の画像だと思うじゃん。洗剤じゃない？そうだよね。いや、分かってますよ。さすが。さすがに分かりますよ。はい、第3問目。ベベン。誰だ。え、あの頭の上に乗ってんなんだ、はいはい、エンタさん。カキハルカ。ベベー。ああ、分かった。何をイメージしたか分かった。あれでしょ、あのスキッツの、うん、ヒント欲しいな。ヒント、これはね、乃木坂スキッツの時ですよ。え、スキッツ。はい、はい、エンタさん。佐藤理香。正解。よし。え、分かんない。あれだよ、メイドね、あの早川がお嬢様で東ちゃんがいて、はいはいはい、あ、メイドのやつ。おお、変態してますね。おお、よし。これでした。すげえな。いや、あのね、確かに頭の上に乗ってるあれなんだろうって思ったんだよね。いや、気持ち悪いね。気持ち悪いね。いや、俺これは褒め言葉だからね。俺褒め言葉と受け取るよ。はい、続いて第4問目。ででん。もうなんだよ。はい、若月由美。違います。はい、エンタさん。桜井玲香。あ、そうか。正解。よし。なんで分かった。こう向いてて、こっちに分けてて。潜在か。あとは元画像はこれです。あ、違う、全然違えわ。え、よく分かった。全然違えわ。第5問目。ちっちゃくね。はい、エンタさん。斉藤明日香。違います。はい、ヨウジさん。坂口珠美。違います。あ、分かった。お、いいっすか。いいっすよ。秋元真夏。違います。え、違う。ちょっと頭平らかなと思ったんだけど。頭平ら。頭平ら。あ、違うか。そういうことではない。はい、うん、はい、はい、タンクさん。山下さん。おお、正解です。お、マジ。よっしゃ。マジ。お、すげえ。やるよ。え、すご、変態やん。よしよしよし、すごー、マジガチの変態じゃん。ガチの変態。ガチの変態。ガチの変態って。一緒だろ別に。ガチモンの変態だろ。変わんねえだろさっきまでの問題と。ガチモンの変態だ。ガチモンの変態って。ほんまモンの変態だ。はい、
タンクさん大当たりの画像はこちらです。ああそうだよね、そうだよね。第6問目、ババン。え、はい、はい、佐々木ことこ。違います。何の衣装か分かった気がするけど、ちょっと言わないよ。何それ。違ったらやだし。え、分かんない。何の衣装か分かった気がする。答えろよ。分かんない。これはね、難しいよ。はい、エンタさん。新内前。ブブー。はい、ヨウジさん。北野日向子。ブブー。ちなみに2期生ではありません。あ、違う。そう、多分あれでしょ、どうせスカウト。いや、スカウト、めっちゃスカウトマン。違う、分かる分かる。じゃあ2期生じゃないってことはスカウトマンじゃないの。うん、じゃあヒント欲しい。欲しい、欲しい。ヒント、1期生です。1期生。はい、あ、ヨウジさんの回だった。秋元真夏。正解。まあいいか。おー、まあいいか。おー、確かに確かに。まあいいかだ、それ。やってる、やってる。うわー、マジか。まあいいかか。まあいいかの真夏か。一歩変態に近づいて。うわー、確かにそうだ。そうだ、あったわ、この画像、わかるわ。俺絶対これ、あの、ね、足がさ、あの、タイツ履いてると思ったから、スカウトマンかなって。シルエットでタイツ履いてるからわかるの。変態だね。変態だ。変態だ。男じゃないからさ、別にタイツ履いてないから毛があるとかないじゃん。だってなんでタイツ履いてるって分かった。なんかピチッとするから足が。分かんねー。ちょっと意味わかんない。ちょっと意味わかんない。ごめんなさい。カットでカットでいいですか。それはオタクとしての変態じゃなくて、ただの変態。カットで。使います使います。使います。ごめんなさい、使います。しっかり使います。ごめんなさい。変態だ。いやー、だからスカウトマンかなと思って。あのさ、俺もスカウトマン。スカウトマンか保護者ばっかり。スカウトマンか保護者かなと思ったら、まあいいかか、そこは盲点だった。ワンちゃん深川さんかなとか思った。あのビンゴのさ、あレンジャーってたんないか。かわいいやつ。つつみたまこじゃん。そう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 。懐かしい。サンシャイン。深川さんかなとか思ったけど。第7問目。デレン。行きました。はい。タンクさん。与田祐希さん。エンタさん。新内前。正解。おい、今回のアーシャのさ、今のアーシャのマイチュン。潜在か、それ。今のアーシャのマイチュン。そう、今のアーシャのマイチュン。よし。正面向いてるよね。わかんねえ。俺がちょっと忘れた。やば。これちょっと、え、嬉しい。うわ、めっちゃ悔しいそれ。俺が当てなきゃいけないやつじゃん。手挙げた瞬間に、あ、負けたと思ったの。あ、マジ世の行きとかわけわかんないこと言うからさ、あ、もらったと思って。いや、それはね、わけわかんないわ。なんでわかったの。変態だから。変態だから。変態だから。まあ、タイツわかるから。タイツタイツわかる。これさ、俺さ、さっきのさ、表情とかわかるでしょ。さっきのさ、あの、マイカのマナスさんもそうだけどさ、なんか俺正解してないのにさ、失ってるんで、いろんなものを。シレット見たらどんな表情かわかるでしょ。それはやばいでしょ。気持ち悪い。気持ち悪い。俺、投資能力でもあんの。でもタイツ、そういうことじゃなくても。確かに。タイツはなんとなくわかった。名前変える？タイツにする。それで挨拶してみる、今。ヨウジです。タイツです。やめろ、お前。ダメなさい。アニメーション作り直さなきゃいけないじゃん。ああ、大変だ。今までの動画どうすんねん。俺タイツになるの。これがタイツに改名。第8問目。ダダン。はい。ヨウジさん。佐藤楓。ダダダ。マジか。はい。タンクさん。直感的。神奈川さん。ダダダ。これはでもなんか、わりかしなんか、それ感出てる。それっぽいかな。はい。はい、エンタさん。アスカちゃん。ダダ。皆さん、いい線ついてきますよ、だんだん。今いますよ。今いる？してない、まだ。てか、いい線いってるってなんだよ。そう、それは分かんないんだよ。それはいい線いってるじゃん。いい線ってなんだよ。どこだ。あたりとかいい線いってるなって。はい。星野みなみ。おー、正解。あー。え、星野みなみちゃんってこんなシュッとしてる？いや、確かに。いや、もっとふわっとしてる感じあるんだけど。あー、そういうこと。元画像は
こちらになります。最近なんか、うわぁ、今回髪巻いてるから。あ、そうか。巻いてるから。なんかもっとなんか、そう、もっとふわっと、ここの辺が、そう、わかるわかる。ふわっとしてるイメージあったけど。あ、ね、それか。わかんなかったわ。クイズ強いね。いい線で、いい線でいったぞ、これ。なんでいい線でわかったんだよ、マジで。さすが。変態だから。クイズ強いって言ってくんないですか。タイツクイズ強えわ。タイツ言うな。タイツ言うな。第9問目だらん。はい。ヨジさん。生田絵梨花。正解。優勝。いや、やった変態だーって何ね。やった変態だーって何ね。え、なんだそれ。なんだっけ、なんかでも分かる。ライブだよねでも。お、そうそう。ジャホワイトライス。じゃない。ぶっ飛ばせよ。あのさ、黒に赤の衣装じゃない。ごめんなさい。あ、あれだ。あ、違う。え、黒に赤いやつだよね。なんだっけあれ。なんだっけあれ。携帯音のキス。違う。よ。はい、元画像。あ、そう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 。これなんだっけ、なんだっけこれ。コウモリよね。あ、はい。第10問目。ダダン。はい。タンクさん。アスカちゃん。ベベ。え。はい。タンクさん。衣装直せ。正解。よし。じゃらんか。分かってる。え？分かってる。え、分かってるって。山間じゃない。分かってる分かってる。もう何の画像か分かるしな。え、でもじゃらんじゃない。じゃらんじゃないの。マウス。あ、マウス。マウスはだって違うし。うん、マウスそんなに。じゃらんだ。毛羽だってあれじゃらんだ。あ、かしてね。え、ネズミだもんね。え、待って。個人PV。お、化け猫の七瀬。まあそうね、そこまで行っちゃったらな。正解です。おーおー、個人 PV だよね。そう、個人 PV。 俺じゃらんだと思った。そう、俺もじゃらんだと思った。あ、そっか。甘いな。甘いな。化け猫の七瀬でしょ。いや、なんか正解したのに。よし、正解したのに化け猫の七瀬だ。当てたのタンクの。しかも俺これこの方めっちゃ好きなのに。化け猫の七瀬でしょ。ちゃんと見ないと。第11問目。ダダン。この類わかんないな。口もなさすぎだろ。みなみちゃんと一緒だよさっきの。俺も思う。なんだよこれ。はい。レンタさん。梅沢みなみ。成功。今回のアーシャの梅沢みなみ。違う？ちょっと待ってね。今見るわ。マジ？違うかも。わかんない。驚きすぎて女になっちゃったじゃん。え、違う？ちょっと。え、違う？そうでしょ。またほらね、ほらね、やべえ、ほらね、こいつやべえ。いや、ちょっと普通に鳥肌立ったんだけど今。お、今背中になんかね、ザザザザザザって今やば。いや、ゾワッときたよ今。あー、もう第12問目。ダダン。誰だ。はい、タイツさん。タイツさん、白石麻衣。マジで？わかんないよ。何？何なんの？結構さ、最近じゃないよね。ちょっと昔の前やん。違うかな？適当なこと言ってんだよ。全然違ったわ。今じゃねえか。全然今。今じゃねえか。あ、ごめんね、俺って絶対適当だよ。完全適当じゃないよ。今の中で適当っすわ。いや、でも、まあなんかで分かったんじゃない？ほぼ勘だよ、ほぼ。まあいいや、でも、この首の何だろう、傾け方っていうのかな、顔の傾け方、首は傾いてない、顔の傾け方 してること多くない？いいですね、さすが。おい、なすりつけようとすんな。変態はお前だ。いいですね。ちょっと、ちょっと、僕は分かんなかったです。ちょっと、いや、分かんない、なんかさ、このなんだろう、体のこの傾け方とこの顔のこの、はい、この感じ、はい、やばい。ちょっと今いいっすか。俺残り2問で7ポイント落ちてたんですよ。もう優勝ですよ。優勝確定。やっちゃったね。いや、いいよこれ、バラエティールールなくて。だって変態じゃん。優勝でいいよお前。あと楽しくやろ。あと楽しく。お前最後天文学的数字にするって。じゃあお決まりだ。今回はもう、じゃあ、まあ、とりあえず、じゃあということで優勝はいや、やめろ。タイツさん、おめでとう。タイツさん優勝です。残り変タイツですね。今日切れてるね、テントテントが今日切れ。変タイツ、変タイツさん、変タイツ、襲名変タイツ、襲名変タイツ。じゃあ、まあせっかくね、問題作ってくれたから、ね、まあ、優勝はね、変タイツだけど、変タイツさんが優勝で、あのもう2問せっかくなんで、まあそうですね、やりましょう。はい、第13問目。ベン。はい、
ヨジさん。ヨダちゃん。成功。これはめっちゃ簡単じゃん。マウスマウスマウス。これはね。これは俺でもわかるよ。俺でもわかるってもう最上位だわ。お前が最上位だわ。何言ってんだお前は。俺が言うならわかる。お前はそれは違う。ちゃんだよね、俺でも分かるわ、さすがに俺でも分かる。そうね、これはこれだと有名ですから、ね、よくね、よく見る、よく見る。はい、次が最終問題となります。はい、バン。はい、タンクさん。斉藤飛鳥さん。おー、正解でございます。なんかこういうことやってそうなイメージある。なんか床をね、あれでしょ、映像犬じゃないの、それ。おお、映像犬のダンゴムシいじりでしょ。浅草市ですね。浅草市の、よく分かったね。いや、なんか飛鳥ちゃん確かにやってそうだなと思ったけど、イメージこんな感じ。ダンゴムシじゃなかった。いや、そうそうそう、これ浅草市。浅草市で、浅草市で中学生時代ね。そう、あ、そうだね。あ、ここチームでさ、あ、それそうだよ。クイズ王やると、なんかちょっとさ、ハードル高くなるからね。皆さんは何問正解できましたか？この動画を見て自分もシルエットクイズ作ってみたりやってみたいと思った人はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それでは次回も楽しんでいきましょう。